それじゃあ、どれやらやっていきたいと思います。ゴシゴシミニオンが出撃しました。これスミットか。こんばんは。昨日のライブアーカイブ見てから陣にハマってます。気持ちいいです。おー、ナイス。昨日の陣気持ちよかったよね。カイサーをワンパンしたやつ。やったこれ。あーミスった。これはこれ買うべきだったな。世界の危機の中でこそ俺の力が輝くのか。移動中です。当たってんのこれ。やべえ、もう入ってた。ごめん。フラッシュあるよね。え、お、フラッシュないんだっけ、こいつ。メタモン、疑惑の判定。危ないくらいがちょうどいいんだぜ。味方が倒されました。お、なんか雪村、上に一瞬見えてたのにどこ行ったんだろうと思ったらもう入ってたんだけど。このミニマップ腐ってるかも。プレート取れなかったし俺。プレートの判定結構厳しいよな。ガントレットはほんの飾り。やべえ、それフラッシュ切れないのか。まあいっか、ナイス。ナイス。うまい。ダブルトリプルキルじゃんそれ。ナイス。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。アルマの W 見てなかったな。敵を倒しました。ハハ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 
味方が倒されました。計画？ああ大丈夫、ちゃんとあるぞ、ちゃんと。敵を倒しました。トップレーンのタワーが攻撃されています。世界の危機の中でこそ俺の力が輝くのさ。味方チームがドラゴンを倒しました。お前チーズなんかいらないさ。どうせ頑張るぞ。いる。ガントレットはほんの飾り。ないね。危険。たまにまぐれあたりなんてないのさ。やりてぇ。メタモン、すごいとこからヘラルド来たか。これな、丸見えやったな。何これ、まだ狙ってくんの？よくない？最初のタワーが破壊の中でこそ、俺の力が輝くのさ。タワーが破壊されました。分かんのか。はい。倒されました。天才の一撃殴り当たりじゃない。楽に片付けてやるよ。どうせガントレット。え、強えな。危険。オーラを破壊されました。あ、惜しい。フック狙えばいいのに。いないよ。お前マジで。やべえこれ。おや。マジで。おいカルム狙うバカどこにおんねん。もうダメだやっぱこいつのグラガス。412なのが許せないもん。412のプレイじゃないもん、どう考えても。敵を倒しました。許せなくね、これで412なの。メタモン勢いマジで好き。いやダメだってこいつにグラガス取らせちゃ。この流れが重すぎる。ガントレットはほんの飾り。アミル勝てないな。これで勝ててほしいけどな。全部避けたら勝てないかな。あーミスった。押せんそれ。強力なツボ、ここ勝ちから負けるところが雪村。そうなんだよね。ジョークなんだよね。おい。
全然寄ってこんでいいやつ寄ってくんだよ、リベン。全然寄ってこんでいいぞ、リベン、お前。ネムネムカット、カルマ殺し。雪村のキルや、許せねえ、許せないよメタモン、グラガスってだけでなんでこんなおもろいんやろか、わらわら。うまいなぁ。拙者だろ。上か。まだ上なんだ。ネムネムカット、ダックル受け止めててない。無理だな。バロン行く相手ないよ。ダブリュー食べとけよお前。ほんまムカつくわ。結構当たってんのノクタップ。ネムネムカット、トリスもわざわざまっすぐグラガスに向かってブリンクすんのくさ。メタモン、グラガスの応用がトリスの命を。世界の危機の中でこそ、俺の力に輝く。おもろいなマジで。ほんの飾り、力の源は俺自身。どうか計画？ああ大丈夫。見とろうぜ。なんか最後だけレースゲームしてね。はいよ、何してるのこれ。ちょっとウェーブあれしたら。うまい。メンテンカット、2周目始まっててくさ。味方が倒されました。なんか倒されてた。死
剣でいいな。天才の打つ球にまぐれ当たりなんてないのさ。よユッキー強っ。お前のグラガスちょっと強いね。はい、バンチャー。ナツキ、バンチャー。お前自分のエボーせよ。メタモン、ケイル撃っていますよ、イカ。アミールやべ、これ。グラガスのダメージが終わってるもん。ライオン遊んでるって。ネクサスを攻撃。移動中です。移動中です。うぅー、俺のキルー、気持ちいい。いや、全部死んでるやん。ナイスー。いやー、この動画、雪村のグラガスにムカついたという人は高評価よろしくお願いします。いやー。スコッチ、兄貴採点の方忘れてませんか？採点企画じゃないよ、別にこれ。ケール1万1000ダメージ。本当にこの雪村のグラガスにムカついた方にはもう本当に。高評価よろしくお願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。まあ、パイク良かったね。おおむね良かったじゃないですか。かなり。フラッシュ E とか。なんか別に、そんなに感想はないな。やってて。なんか相手の構成キモかったし。まだロームのタイミングとか良かったんじゃない？ちゃんと帰ってきてくれるし。俺、それだけで結構嬉しいよ、サポート。3つにロームとか行くのはいいけど。ちゃんと、こっちも自分が強いタイミングでちゃんとファイトしたいタイミングで帰ってきてくれるから。これが俺は結構サポートでロームキャラで特にやってほしいことかなって思います。ありがとうございました。